トルテチャンネル。はい、そうですね、こんな感じになってるんですね。初めて乗ったのでとっても楽しいです。すごい芋畑。はい、それからそれからトルテチャンネル。じゃーん、兵庫酪農生活センターにやってきました。トルちゃん、お芋頑張って掘ったね。さあ、あのお芋を使ったなんかカフェがあるみたいなので行ってみたいなと思います。この辺かな、酪農カフェとかかな。楽しみだね、なんかいろいろあります。じゃあ行ってみたいと思います。元気だトルちゃん。ニョの館かな、すごい広いです。めちゃくちゃ広い。すごい。あ、トルちゃん、お芋スタンド、さっきの、お芋屋さんのところですね。はい、こちらに中井農園さんのお芋スタンドがあります。今日はこちらでちょっと食べてみたいと思います。ワンコ OK です。それからそれからトルテチャンネル。はい、うわー、見てトルちゃん、甘酒お芋アイス見てください。ほら、パグちゃんのクッキーついてます。かわいい。こちらちょっと食べてみようと思います。うん、あ、おいしい、めっちゃ美味しい。うん、これ今まで食べた中でめっちゃ上位に入るぐらい美味しい。めっちゃ美味しいです。甘酒とお芋のなんかまったりとした味がします。うん、ミルク風味で美味しいです。じゃーん、パキッ、お芋と食べれるよ。あ、好きじゃない。ヘババどうぞ。よいしょ、焼き芋、いやー美味しそう。あー、ホクホク。父ちゃん食べる？ちょっと熱いんですけど大丈夫かな。あ、食べる。あ、熱かった、美味しい。これあー、ママ食べよう。うん、甘い、ねっとりとした甘さがあって美味しいですね。ふーちゃんどうぞ。あっちい、あっちい、あっちい、食べたいけどあっちい、あっちい。ちょっと熱かったね、それごめん。これで冷やしてんの。ちょっと熱いので冷ましてあげたいと思います。はい、トルちゃんにまたお芋あげます。焼き芋だったら一緒に食べれるからいいね。よかったね。うん、
いっぱい掘ったからお家でも焼いてあげるね。トルちゃん美味しかったです。トルちゃん、気持ちよさそうにお目目ですか。休憩できてよかったね。トルママ大好きやね。またチャンネル登録。じゃーん、来ました。道の駅みきだって。トルちゃんねえ、トルちゃん中に入れないからママたちがなんか買ってくるね。なんか美味しそうなものがありそうですね。行ってきます。じゃーん、トルちゃん見て、ミキメーカーのミキヤママロン買ってきました。マロンパイですね。出来たてで美味しそうです。熱々だよ、トルちゃん。有名なマンジュワンさんに来ました。トルちゃん、美味しそうな栗だね。ジェラートすごい美味しそうだね。食べてみようかな。ママあるかな。まだあとなんか栗まんじゅうみたいなのもあるんですか。行ってみましょう。それからそれから、トルテチャンネル。じゃあお店の前に来たら栗くんがいたね。ハロウィンバージョンで、ね、かわいい。かき氷とかもあるのかな。甘栗焼き上がりまで、すごい。すごいですね。ちょっと入ってみましょうか。トルちゃん見て、こちら山田錦と何だったっけ、粒入りの栗のジェラートになります。トルちゃん美味しそうでしょ。はい、パパどうぞ食べてみてください。はい、パパどうですか。山田錦です。それお米ミルクみたいな味だって。米が入ってます。爽やかっぽいよね。私はこちらのクリーミーのジェラート、美味しいです。トルちゃんもちょっと食べたそうですね。それからそれから、トルテチャンネル。はい、トルちゃん、ここ何、すごいとこ来たね。日本標準時東経135度四五線っていうとこで、四五線塔だって。すごいね。ここが時計のとこですね。すごい、トルちゃん来れたね。面白いとこね、トル。こちら本当に東経135度です。三木市兵庫県です。すごいですね。やっぱこれは正確なとこに立ってますね、トルちゃん。ねえ、見れたね、よかったね。